おはようございます。アキラの現場へようこそ。ラスクラ実況です。朝の動画は2日ぶりですね、はい、土日と、ちょっとね家の方の、ね、ことでごたごたしてましてですね、もうツイッターと昨日の晩には言ってたことなんで今日は省きますけれども、それで朝はちょっとお休みさせてもらったんですけども、はい、というわけで溜まっているコメントのね返していこうと思います。その質問にちょっと答えるってところで少しですね、長い話をねさせてもらおうと思ってます。シャープ225の強敵ガボルグ第一部隊だけで撃破パーティー編成スキルセットの解説っていうですね動画についたコメントですけれども、はい、クリゴロさん、いつもコメントありがとうございます。私も丸1日やらんかっただけでみんな40回とか50回行っててすげえなーとなったよと。多分自分は30回行けたらいい方だろうなーということで、そうですね、もうすでに僕のフレンドとかももう皆さん50回まで行っちゃってますからね。僕も、昨日ね、まあ動画で一応32まで行けたんで、まあ次の山場って多分35とか40なんで、その辺ぐらいまで行きたいなと思いますけども、クリオロさん多分もっと行けるでしょう。ね、ダバンとか結構育ってるし。なのでね、まあまあ、今度のだから、木曜までですね、1週間なんで木曜日なんで、実質多分水曜までだと思うんだけども、僕の動画の方で多分紹介するのは水曜の夜までなんでね、まあそこまで何回まで行けるかね、やってみたいなと思います。クリゴロさん、いつもコメントありがとうございます。中島はじめまんさん、初コメします。初コメありがとうございます。いつも楽しく見てます。ありがとうございます。ガバルグ勝てませんでした。ランディもいません。泣きそうになりました。泣きそうなるよね。っていうか、まあ、ランディいてもね、苦戦するから。で、ランディいなくても、要はその、物理と魔法とをこう切り替えて戦うやり方。あとはね、やっぱりね、後で僕見直して思ったんだけど、ブレイクすごい大事。っていうのが、ブレイクすると、まあ、一旦的な動きが止まって、その間にこちらの体勢が整えられるっていうのもあるんだけど、まあ、ちょっとダメージが通るっていうのもあるんだけど、相手にかかってるバフが切れるんですよ。あいつ結構いろんなバフ、追い詰められたらバフドーンってするじゃないですか。これ、大体ボスって多いんですけど、ボスの多くが、追い詰められるとバフがいっぱいかかって強くなるパターンあるじゃないですか。あれ、ブレイクすると切れるんで、意外とだから皆さんブレイクって忘れがちやけど、つけてると、ブレイカーつけておいて、要は追い込むと、意外と楽なときは楽。だから強敵と戦うときほど、うん、相手が強ければ強いほど、ブレイクっていうのを狙っていった方がいいかもしれない。なので、全然中島さん、狙えることはあると思いますんで、諦めず頑張りましょう。まあ、ランディいたら有利っていうのはもちろんあると思う。けども、それは何かしらの、アタッカー育てればいいかなと思いますんで、頑張ってください。初コメ、ありがとうございます。でですね、金曜日の朝の、ロビンのね、解説の方についたコメントで、富澤さん、お子様可愛いですね。いつも楽しく拝見させていただきます。早速ですが、私にもユニットのおすすめスキルを教えていただけたら嬉しいです。ルキエル、天使のカゴ持ちなので、塔で使えないかなと思っています。よろしくお願いいたします。というわけで、富澤さん質問ありがとうございます。というわけで、今日はですね、ルキエルのおすすめスキルセットについてですね、解説したいと思います。まずね、最初に断っておきますが、僕、最初にまず、富澤さんごめんなさいね。ルキエルディスります。正直ディスります。はい。その理由もちゃんと解説しますんで。まずじゃあ、ルキエル持ってない方のためにもね、説明しておきますと、ルキエルが覚える特技ってのがこのアークビュラー、ノア13、レディアントブラスター、ゴッドパージ。アークビュラー、ノア13、レディアントブラスターは全部光属性の攻撃です。はい。で、ゴッドパージが味方全体の基本状態異常を回復、デバフ解除、基本状態異常耐性をアップっていうね、このゴッドパージね、意外と僕はね、この塔みたいなところのね、ボス戦使えると思ってます。っていう話は一旦置いといて。で、個性のエンジェルビート、攻撃魔法を受けると確率で STT が短縮される。まあ、スキルの回転率がね、良くなると。で、天使言語、光属性攻撃魔法の消費 MP を減らす。1未満にはならない。ということで、まあ、要は魔法の、ね、消費を減らしてくれる。で、さらに、能力解放でですね、覚えるのが、目立ったところで言うと、ね、富澤さんのコメントでもあるように、大天使の加護を覚えてくれます。あれね、多分ね、星4じゃないと出てこないから、僕の子出てこないな。はい。なので、まあ、隠しスキルで、大天使の加護を覚えてくれるのと、あとは、アンデッドキラーとか、スレイヤーとか、ですね、聖弾とか、麻痺耐性とかを覚えてくれますけれども、そんな感じです。要は、富澤さんの言っている、大天使の加護もそうですし、天使言語のあたりですね。このあたりをこう活かすような戦い方ができないかという相談ですけれども、まず、ルキエルに関しての基本的な考え方ね、が、個性の天使言語や能力解放で覚える大天使の加護を活かそうとしても、自前で覚えられる攻撃魔法がアストラルレイだけという、かなり実はアンバランスなユニットなんですよ。
そもそもが、大前提が。これはもう、配備当初ね、最初、ルキエルが実装された頃から言われてることなんですけども、だから、他で、要はその、ギャラクシーとかね、シャイニングゾーブとか覚えてくれればいいんだけども、そうじゃなくて、自分で覚えることができない。これが結構アンバランス。ただ、その、今ですね、情報修正で、ね、最初はすごい物理攻撃も良かったんだけど、物理の情報修正が入って、実は特技の火力が半端じゃなくなったんですよ。めっちゃ火力伸びたんですよ。なので、これ光系アタッカーとしては僕は今現在かなり使えるんじゃないかなと思ってます。なので、方針としましては最優先は特技特化型。魔法剣士の育成はもう後半でいいです。まずは特技特化で進めていくのが一番賢いし、逆に言うと素材はそこにつぎ込んだ方がいい。だから育成については個性の天使言語は後回しです。エンジェルビート及び特技と物理攻撃の育成が優先。全部それぞれを星3までね、上げていきましょう。他技能系スキルはもうアンデッドキラー、スレイヤー、ファストバリア、他は後回しで OK。要はですね、物理で戦うために必要な情報だけですね、つけていけばいい。っていうのが、これが育成方針です。だから富澤さんのね、塔で使えるかってところで大天使の加護を生かすというよりかは、もう完全光系アタッカーで殴れるようにしていくのが一番いい。ただ、ここで諦めないですかね。実は、そんなことは分かってるよって話もあると思うんだけど、この先ね、実はルキエルすごい可能性秘めてます。すごい可能性秘めてます。だから最後まで聞いてください。すごい可能性秘めてます。で、おすすめのね、初期スキルセットは、そういった意味では、攻撃アップね、攻撃アップ極み、どちらもガイアス集計算で覚えれます。で、チャージ特技に、栄光のカルディナ、ガードチャージ、これが終末の名声、栄光のポーズも終末の名声ね。で、栄光の美酒、ゴールドの奇跡。ということで、まあ、SS レアがね、2個混ざっちゃって申し訳ないんだけども、この辺を最初、スキルコスト20以内で覚えていると楽。ね。要はもうチャージ特技2でガンガン回す感じ。っていうのがまあ、アークビューレムね、ノア13の方がいいんだよね。ノア13はその勝敗の敵に光属性攻撃結構でかいからね。これがまあ最初、スキルコスト20以内。最終目標ね。これ最終目標が、まあ攻撃ギャップ系全部つけますよと。ね。で、チャージ特技が1、グラナ界の脅威。で、先ほど言ったチャージ特技に栄光のカルディナ、ガードチャージ、終末の名声、栄光のポーズ、終末の名声、栄光の美酒、ゴールドの奇跡。これだけつけたらめちゃめちゃ、スキルの回転めっちゃ早いです。もうガンガンずっと打てます。ね。で、聖眼、メグロネで覚えれるやつね。MP を消費して物理攻撃をアップさせるっていう聖眼ね。僕持ってないんだけど、メグロネね。要は、ルキエルの大天使の加護は、ここにめっちゃ使えます。だから塔の中で、その聖眼使ってガンガン戦っても MP 減っても大天使の加護ですぐ回復するから次のね、ウェーブ行ったり次のフロア行った時にもすぐ使えるってところでは大天使の加護を覚えて聖眼を覚えたらめっちゃ強いと思います。で、あとオートヘイスト、このねスキルコスト重要なんですけどね、実はデローでしか覚えれないんですよ。オートヘイストって、オートヘイストって要するにずっとスキルにヘイストかかってる状態なんで、これつけたらもうそれだけでも十分めっちゃ早いんですよ。で、その上ねチャージ特技とかガードチャージつけてたらねめちゃめちゃ早なります。そういった意味で、これが一応最終目標。ここを目指したらめちゃめちゃ強いと思います。で、合計スキルコスト51と。で、追記としましては、海賊の宴ね、レグニス号で覚えれるやつなんだけど、これがあったらね、多分チャージ特技1にいらないんですよ。ね。だってスキル、STT 全回復なんでね、次のウェーブ行ったら。チャージ特技みたいにスタート時点でね、溜まっておく必要がないんで、どっちが得かって悩みなんですかね。チャージ特技1、2でね、33じゃないですか。ね。で、海賊だけでスキルコスト9なんで、要はこの2つつけてる方が楽やけど、要は海賊の宴つけてると、特技3も影響がある。二刀流。ね。これ雷帝がなんですけど、これディフェンスと差があるんだけど、特技の人数も2倍になるんですよ。ね。これが、えぐいのが、特技3のレディアントブラスターっていう特技あるじゃないですか。こいつ。これ、めちゃめちゃ強力なんですよ。攻撃倍率めっちゃえぐいんですよ。要は、少々、ちょっとレベル上げて、ストレングス上げただけで、9999全然出るんですよ。ね。で、9999が、これね、8発当たるんですね、レディアンドプラスターって。ね。9999が8発当たって、二刀流の場合、これがかける2になるんですよ。ね。ずるいでしょという意味では、二刀流つけて、レディアンドブラスターガンガン打つと、やばい。ってことがあるんで、二刀流もおすすめです。で、もう一つ言うと、これがね、レアアークガイエスト集計算の 100% 報酬で、ガイエスト修行鎧ってのがあるんですよ。画面出しますね。僕持ってたと思うから、あった。ガイエスト修行鎧かな、これ。ストックが最大まで溜まった攻撃特技与えるダメージが 25% アップすると。
いうことなんで、これ装備してても、そうですね、特技ストックね、レディアントブラスターはストックね、1なんですよ。もともと1しか溜まんないやつあるでしょ。だから、レディアントブラスターの場合、1溜まってる状態で撃った時点で、すでにストックが最大なんで、なので、ダメージが 25% アップするので、さらにアップします。はい、もうどういうことやねんってなるぐらい、火力が半端ないことになります。なので、可能性めっちゃ秘めてるんですよ。で、さらにですよ、さらに。これ、今後実装されるであろう、光アタックレイズとチャージ特技3。この2つが実装された時のルキエルは、マジでやばいです。どういうことかって言ったら、光アタックレイズね、まだないんですよ、今。皆さん気づいてました？木アタックレイズ、氷アタックレイズ、炎アタックレイズ、闇アタックレイズも出てます。ありますけど、光アタックレイズだけないんですよ。まあ、一応僕ね、ちゃんと攻略サイトまで見に行ってですね、確認したんだけど、なかった。で、チャージ特技3もないでしょ？まだね。チャージ特技1、2はね、2から始めたね。チャージ特技2が最初出て栄光のカルじゃないね。次、グラナ界の脅威でチャージ特技1出たけど、まだチャージ特技3が来てないんですよ。ね。チャージ特技3が実装されたらやばいし、逆に多分チャージ特技3ね、スキルコスト3で来ると思うんですよ。ね。チャージ特技3が来たら多分チャージ特技3だけでいいんですよ。海賊の宴じゃなくてもいい。っていうのが、レディアドブラスターをガンガン撃てるんだったら、それが一番すぐ終わると思う。しかも攻撃範囲めっちゃ広いからね。前方広範囲なんで。そういう意味では、実は、ルキエルさん、今結構不憫な覚えしてると思う。正直言ってね。ただ火力は半端ない。鍛えたら。で、どっちつかずね、魔法使う、光属性の魔法を使わせたらいいの。ね。個性からしたらそうやんか。だから光属性魔法で育てればいいのって悩むとこなんだけど、実はルキエル、特技で鍛えた方が絶対いい。なので、今後実装されるあろう、光アタックレイズとチャージ特技3、そちらに期待を込めてですね、富澤さん、鍛えていった方がいいかなと、僕は思います。ちょっとですね、ご質問のあったね、大天使の加護の方を生かすやり方ではちょっと違うんだけれども、こんな感じで、僕ならばルキエルを育てるという提案でした。はい、というわけでですね、今日はですね、2日ぶりの朝の動画ということでですね、ルキエルの解説をさせてもらいましたけれども、どうだったでしょうか。またね、この辺、異論反論あるかもしれないでね、ぜひその辺ですね、皆さんコメント欄書いていただきますとありがたいです。またこんな感じでですね、皆さん、こいつのおすすめのスキルセット何みたいなね、質問ありましたらですね、どんどん朝の動画でですね、コメを見させてもらって紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。今日の晩はですね、また、当攻略のね、続きをやっていこうと思います。それでは、夜の動画でお会いしましょう。ではまた。